ここは当時、人々が荷物を運ぶ道でしたが、難所。そして料金を払うシステムです。このカーシェアリングをアメリカで大きく広めたジョ。俺あいつは大嫌いだ。以上終わり。先輩少し減らしましょう。何しゃみたいなの言ってんだよ。僕の言うことも聞いてください。はい。まあ、あいつと同期だったさって、あの大学病院やってもずるいじゃん。霞先生に視覚障害が出たんです。学外では辺り一帯が完成しているように見える。気がついてちょっともう外見たらもう濁った水があって、あ、これどうもなんないからで、おお、すごいおしゃれ、なんかいいやん。宇都宮さんが行方不明、あ、護衛はどうしました、誰にも繋がらない。YouTube で見られるぞ。今日のレッスンはブログでも詳しく解説しているので復習してみてね。レッツだ。使って、あの、使っていただきたいなと思いますのでですね、誕生今日こちら約1年間を使えというものです。たまたま透明のケースに入っていまして、でそこでこの外側にありました説明の用のフィルムを剥がしたのがこの状態なんですけれども、水が入ってない状態ではこの辺りは白く見えたんですが、水を入れますとこうやって、ユニクロや H&M などのファストファッションの大型店も並びます。日本側としては日本で罪を犯して中国に逃亡する容疑者が増えていることを踏まえてしまうみたいですね。戻れませんと。ですがそういう人でも戻らなきゃならないようなその社会的環境というのがあるわけですね。これを正していくというのは一つの大きな仕事だと思いますね。あと、あの、杉さん、その取り組みとしてまた先日話題になりましたが、オフシーンでもそうなんです。泡がはじけて、ここは本当に日本なのでしょう。残されています、いいもの、数十万も。